あのね、麦にお友達ができたんですよ。名前はチュータちゃんって言ってね。そう、ネズミなんです。とっても仲良しになったんですけど、チュータちゃん見てるとこう、なんていうかその、なんでか知らないんですけど、よだれが出てくるんですよね。友達ができたんだ、かわいい小さな子。初めて会った日から二人はまるでベストフレンド。だけど気づいちゃった、僕は本当に食いしん坊。君を見ているだけでよだれが出てくるんだ。ああもうジュルジュルでダラダラ、我慢の必要ないだから。ずっと一緒にいたいなら友達は食べちゃダメ。ちょっとペロって舐めてもいい？一回だけ、一回。え？ダメ？そっか。じゃあ匂いは？お腹の柔らかいところの匂い嗅がせてみてよ。ね、お願い。それもダメ？友達なのに。お目目はブルーベリー。お耳はアーモンド。お尻の先の尻尾はナポリタンスパゲッティ。お花は黒豆ちゃん、お手手はコンペイト。お皿一つじゃ足りない、贅沢なごちそうフルコース。あー違う違う、カクカクでしかじか、しどろもどろになりながら。弁解なんて無理だから、友達は食べちゃダメ。ずっと一緒にいたいから。食べちゃダメ。うん。